なんとか無事に臨月を迎えて、いよいよ出産予定日が近づいてきたわ。初めての出産だから緊張する。予定日まであと1週間はあるけど、いつ生まれてもおかしくないはずだから、入院の準備をしておかないとね。急に出産になったらしばらく家に帰れないから、私が家にいなくても大丈夫なようにしておこう。レトルトのご飯は食器棚の一番下にあります。五条がわかるようにメモしておいて、やだ、洗濯用の洗剤がもうないわ。洗剤も買っておかなきゃ。ただいま。あ、お帰り。やだ、もうこんな時間？歌姫、何やってるの？もう、赤ちゃんがいつ生まれてもおかしくないから、私が入院しても、あなたが一人でやっていけるようにと思って。僕のために？うん。簡単にできる食べ物とか、ここにまとめておいたからね。もう、歌姫ったら、僕のことなんて考えなくていいよ。あと、洗剤の買い置きもしなくちゃだし、あ、トイレットペーパーもないわ。洗剤？ちょっと歌姫。買い物なんて僕に頼んでよ。もっと僕のこと頼っていいんだってば。体が心配だから何もしちゃダメだよ。とりあえず今日も早く寝た方がいいよ。そうなんだけど、つい自分の体のことだけ考えててね。なんだか歌姫がけなげで可愛くて愛おしくてたまらないよね。歌姫、抱きしめていいかな？え？なんで急に？嫌なの？嫌なわけないわ。愛してるよ、歌姫。私もよ。あれ？どうしたの？お腹の中が急に弾けたような感じがした。え？もしかしてこれが破水ってやつ？破水？何それ？赤ちゃんが出てくるのよ。陣痛？ううん、陣痛はまだ。でも赤ちゃんが破っちゃったみたい。よくわかんないけど、どうしよう。とりあえず産院だ。車出そう。もう病院だから安心してね。僕どうしたらいいかな？歌姫大丈夫？痛いの？まだ痛くはない。助産師さんに旦那さんはここで待っててくださいって言われたから、ちょっと見てもらいに行ってくるね。うん、どうしよう。まだ予定日は少し先だって思ってたから動揺するな。あ、歌姫も子供も大丈夫だよね？現代医療なら無事に生まれてくれるんだよね？初めてのことだから心配すぎる。数分後。歌姫どうだった？先生はなんて？うん、半日くらいはかかるかなって。でもさっきよりお腹痛くなってきた。お腹痛いの？あ、五条優しい。とっさにお腹をさすってくれてありがとうね。痛いの？ああ、僕が代わってあげられたらな。男ってこういう時何をしてあげられるんだろう。陣痛室に行くみたい。五条は大丈夫？大丈夫って？僕が歌姫を心配してるんだよ。そうじゃなくて、五条、立ち会い出産とか本当に大丈夫なの？もちろんだよ。男の人には刺激が強いって。大丈夫、僕最強だもん。そうだったわね。少し不安ではあるけど、五条にしっかり見ててもらわなきゃよね。いよいよ生まれるなんて身が引き締まるわ。僕ずっと手を握ってるからね。ありがとう。よし、いつでも来い。カモンベイビー。五条、気合が入ってるところ悪いんだけど、なんか陣痛室に来たら陣痛収まっちゃった。陣痛って収まるもんなの？そうみたいね。どうなっちゃうのかしら。どうなっちゃうの？こないだ出産した友達の話だと、陣痛が来たり収まったりを繰り返して2日経っちゃったんだって。じゃあ僕たちここでこの姿勢で2日間って可能性もあるの？
さすがに2日もあれば立ったり飲食したりするでしょうよ。お産って本当に大変だな。僕たちもこうやって親から生まれてきたんだね。生まれてきた奇跡、そして感謝、そして歌姫と出会えて子供を授かれた奇跡。何を感傷的になってんのよ。痛い。やっぱり痛いの？生まれるまで半日はかかるって言ってたよね。そうだけど、なんか急にものすごく痛い。大変だ。ナースコール、ナースコール。あ、やっぱりまた少し収まってきた。そうやって波があるものなの？多分そう。私も初めてだからわかんないけど。うぬぬ、これは大変だな。しばらく気が抜けない。翌朝、結局日が昇ってきてしまった。助産師さんはいよいよって言ったぞ。手を握ろうと思ったけど、先生が取り上げるから少し離れたところから見ててくださいと言われた。いよいよ僕の子供がこの世に誕生するんだ。ふぅ、はぁ、歌姫。ふぅ、はぁ。苦しそうだ。変わってあげたい。あ、出てきたぞ。うにゃー。わぁ、生まれた。わぁ、どんな顔？僕に似てる？それとも歌姫に？元気に泣いてるぞ。って、僕も泣いてる。歌姫。五条、見て。あなたに似た可愛い男の子よ。涙が止まらないよ。ありがとう、歌姫。ちょっと、泣きすぎよ。これから頑張ってこの子を育てようね。ちょっと五条、いつまで泣いてんのかしら。でも五条がそばにいてくれてよかったな。あれ、五条？五条ったら泣きながら疲れて寝ちゃってる。私も疲れたから少し目を閉じよう。1時間後。あっと、うとうとしてしまった。うわあ、僕の赤ちゃんが隣で寝てるぞ。かわいいな。触っちゃおうかな。ツンツン。ちょっと五条、ちゃんと綺麗な手で触りなさいよ。歌姫、起きてたの？起きたわよ、今。かわいいね、僕たちの赤ちゃん。僕に似て。あんたに似てるくせにかわいいわよね。なんだよその言い方。冗談よ。目元が五条そっくり。髪の色も同じね。将来イケメンになりそうだわ。男の子か。よし、男らしくビシバシ鍛えるぞ。やめてよ、その子の毒性があるでしょうが。最強の呪術師にするか。そうね、素質はありそうだけど。うん。でもどうしたの？いや、やっぱり歌姫に似て弱い方がいいかなって。こら、失礼なことまた言うんだから。だって僕みたいな苦労をしてほしくないんだ。五条、最強だから強い敵に狙われる。最強だから任務も増える。この子には平和に暮らしてほしいよな。五条ったら、早速親の顔を見せてるじゃない。ま、本人がやりたいことをやればいいんじゃない？そうだな。そんな先のことより、まずは赤ん坊のお世話だわ。こんな小さい姿を見たら全力で守ってあげなきゃって思うよね。そうよね。私とこの子は数日間ここで入院だけど、私たちが家に戻ったら赤ちゃんのお世話手伝ってね。もちろんだよ。僕は人類最強のイクメンになるんだから。期待してるわよ。数日後。おかえり、歌姫とベイビー。いよいよ3人での暮らしが始まるね。楽しみだな。数日ぶりの我が家だわ。五条、私が入院してる間はちゃんとご飯食べてたの？もちろん。
ちゃんと自炊してたんだよ。えらいわ。でもゴミ箱にレトルトカレーの空の袋があるけど。それはさっき歌姫たちを迎えに行かなきゃって慌てて食べたお昼だよ。でもね、じゃじゃーん、見てこの鍋の中。え、おいしそう。シチュー？歌姫が今日帰ってくるから夜ご飯にと思って作ったんだよ。嬉しい。五条、どんどんいい男になるわ。ありがとう、嬉しいわ。そして夕方。よし、今日は僕が赤ちゃんをお風呂に入れるぞ。パパ、頑張って。はい、おいで、僕の可愛いベイビー。ふにゃー。さっきまで機嫌よくしてたのに、ギャン泣き。へこむ。そんなもんよ。産院では私とずっと一緒だったんだもん。急に違う人に連れて行かれたら嫌がるわよ。違う人だなんて。僕、パパだよ。まだ認識されてないのよ。よし。一日でも早くパパのこと大好きにしてやるぞ。気合い入れすぎると空回りするわよ。いやー、くっ、こうも泣かれるとお風呂に入れてるのになんだか悪いことしてる気持ちになっちゃう。うー、よーし、いないいない、ばあ笑った。よし、今度はくすぐっちゃうぞ。えい、こちょ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 。へえ、また泣かせてしまった。あら、そういえば高専の生徒たちから続々と LINE が来てるわ。え、なんだって？五条先生にそっくりですねって。舞や三輪からも連絡来てるし、虎杖と釘崎からも。私まだ誰にも連絡してないのに。ああ、僕が生徒たちにベイビーの写真送りまくったの。こんな可愛いんだもん、見せびらかしたいでしょ。やっぱりそうだったのね。子煩悩なのはいいけど過保護になりそうね。ま、それもいっか。それにしてもほんと五条にそっくり。お風呂終わったよ。おむつも履かせられるんだから。すごい。よし、パパでちゅよ。イケメンで最強のパパでちゅよ。五条のテンションが高すぎて面白い。そしてとても幸せだわ。こうして私たち夫婦と赤ちゃんの新生活が始まった。思ったよりも五条がいろいろと手伝ってくれるのですごく助かっている。張り切りすぎてちょっと心配だけど、もともと子供も好きみたいだし、好きすぎて毎日赤ちゃんの写真を撮っては生徒たちに送りつける始末。生徒もみんな喜んでくれてるけど、さすがに毎日はちょっと鬱陶しいわね。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。